マックス・ロスタルは、オーストリア帝国出身のイギリスの、バイオリニスト・バイオリン教師。テシェン出身のユダヤ人。ベルリン高等音楽院にて、カール・フレッシュに学び、1928年にその助手となる。1930年から1933年まで、ベルリン高等音楽院にて、フレッシュの公認として、教鞭を取ったが、ナチス政権の台頭により、 イギリスに亡命し、1944年から1957年まで、ロンドンのギルドホール音楽学校にて教鞭を取った。1957年から1982年まで、ケルン音楽大学で教授を務め、また1958年から、ベルン音楽院でも、教鞭を取る。著名な門弟に、イフラニーマン、エディト・パイネマン、イェニー、アベル、ウルフ・ヘルシャー、 イブリー・ギトリス、トマス・セイートマイヤー、ウート・オルギアイ・イゴール・オジムのほか、アマデウス弦楽死ウ相談のメンバーがいる。また、ベルリンフィルのコンサートマスターのトーマス・ブランディス、レオン・シュピーラー、ライナー・ゾンネ、ウィーンフィルのコンマスのダニエル・ゲーテやバイエルン、放送協のコンマスのトビアス・スタイマンスなど多く、モンテイが、ドイツの主要オーケストラにて活躍している。1991年に、 ベルンにて高い。独王を中心に幅広いレパートリーを誇ったが、とりわけ同時代の音楽の擁護者として知られた。録音も多く、バルトークのバイオリン競争曲、第2番、ショスタコービチのバイオリン競争曲第1番や、ベルクやハチャトゥリアンのバイオリン競争曲、ドビュッシーのバイオリンソナタなどがある。また、ディーリアスや、 ゴルトンが同時代のイギリス音楽を世界に広めることにも関心を示し、バーナード・スティーブンスにバイオリン競争曲第1番の作曲を移植、これが完成すると録音した。ロスタルが初演した作品としてアラン・ブッシュより検定されたバイオリン競争曲がある。また、ベンジャミン・フランケルからは無伴奏バイオリン・ソナタ第1番を検定され、その初演の録音を残した。 1991年に彼は、若い音楽家のために3年周期で開催される、マックス・ロスタル国際バイオリン・ビオラコンクールを、ベルリンに開設した。楽譜出版社ショットの肯定者を担当し、ピアノスコアの作成も受け持った。シルバレ、ジデンコ、A New History of Violin Playing, ビブラート・アンド・ランベール・マサルト、S ・レボリューショナリディスカバリー、ニューヨーク、 ユニバーサル・パブリッシャーズ・ピアニッシモ三百七十八。isbn 一から五八一一二六六七ゼ http コロンスラッシュスラッシュブックス。google。com スラッシュブックス。id イコール gxqbbbwm。ロットン kc＆。 ピコグラムイコール PA378&DQ イコールロスタルプラス 1905&A イコール 2MWXR5H3 ダイウック 6AKH9 ゾワックシグイコール KDS ズマジット 2K カワケグック3コーブズ 2W ハットクラッグススチュワート R アランブッシュ A ソースブックオルダーショットイングランドアシュゲート ピアニッシモ66 ISBN、66、ISBN0 から754608948、http://books.google.com コロスラッシュブックス id イコールルンハイビビエドゴク&、ピコグラムイコール PA54&dq イコール、ロスタル&、a イコール O84xrc3 フォクム、6オール文字主託&、シグイコール25フォセットック7あるニーズに RH5、 HG82 オブマックスグックパ 66M1 ディスクリプションページオブフランケルソナタチェスターノベロ2007年11月7日閲覧 a keywordsearch at http://www.schott-music.comturnsup-afterdisablin gfuzzys e r a, e a r c h 1 6 i t e m s o f s h e t m u s i c o n e The Study in Queen for Violin and Piano.Of his own composition, but almost r y e d i t e d by him. ありがとうございます。